はい、半負けの本家の半負けを指す。医療制度は大変日本は世界一良くなりました。でですね、そういうことで自分の体のね、悪いところはちゃんと仕事をやってきた人は全部わかるわけですね。だからそれが当たり前だということになって、医療制度、看護婦とか医者というのは面倒、仕事が多いもんだからね。これ分かんなければ、治療しないんですね。できないんです、忙しくて。ね。だからそれだけ注意だけども、だから仕事してない人はじゃあみんな死んじゃうじゃないかって、大体そうですね。死にます。自分の体の機構分かんないもん。分かりませんからね。それは当たり前ですね。だから若い時に仕事をちゃんとしとくということが大事なんですね。訓練しとくという体ね。ね。遊びでね、訓練はダメなんですよ。実践的じゃないから。半々なんですね。だから、ここら辺でね、今、だいたい病院で入院してて、半分ぐらい死んでいきますね。これみんな、仕事してなかった人ばっかしですね。だから自分の体の動き、内臓器官の動きね、こういう動きをで仕事すると体が負担になるよとかね、こういう作業をした時に体が、右側のね、肝臓がね、食事たくさん食べるんだけど、気をつけないといけないよっていうふうなことで、ね、全部仕事ちゃんとやってる人は分かるわけですね。で、仕事やってない人は、ね、そういうなモーション、体の機構をよくね、安全に動かすという、またどこが悪いかということを分かってなければ仕事できないんですよ。仕事大変だから。だからそういう繰り返しで生きてて訓練されてるわけです、仕事してる人は。だから病気になった時に医者にね、面倒かけないでちゃんと自分の病気を教えて的確にね、治すということができる。で、医者と、今の医者といったって多くいるんですけども、患者さんが多いですから、的確にね、病気診断しないといけ間に合わないんですね。で、検査は機械的検査で済んだ、まだ人間界ではそんなに済んだものはありませんから、 CT とか MRI とかね、そういったものだけですからね。他は一般的な健康水準だけですね。血液検査でもね、まずそれだけですね。で、あと体の構造上損傷がないかという検査ですね。そんなことだけですよ、現状ね。ですから、ちゃんと仕事して、体のコンディションの作り方がちゃんとできる人じゃないと死ぬということですね。だから若い時にたくさんね、真面目に仕事しとくって、訓練しとくということが大事です。仕事しないでね、盗んだりする仕事っていうのは結構多いですから、人間界ね。そういうことしてる人はね、特に、またちょっとこれは難しいんですよ。泥棒で訓練してる体の体力とかね、やっぱりコンディションちょっと、悪用で動かしてますから、わかるんですね。そういう人たちは、盗んだ金はちょっと使えないよって、医療でね、ということに持っていかないといけないわけですね。盗んだ金で医療はちょっと受けられないよと。たくさんそれが入ってるんで、半分ぐらい以上入ってるんで、人間たちの場合ね。盗んだ金が入ってるんで、医者としてはね、それ効力効かないんですよ。ないのと同じなんだよね。盗んだ金をもらってもね、体に反応してしまうんですね、優秀な医者ほどね。盗んだのって分かるから、使えないってこと分かるでしょ。ね、盗んだ金でね、盗んだ人に返さないといけないという金になっちゃうから、
全部流れちゃって自分で医者に来ないんですよ。これ盗んだ人に返さないといけない金になっちゃう。いくらもらったって盗んだあのね盗んだ人に返すことになっちゃうんで、お金使えないと。そういうのが患者で、日本の医療制度の半分以上いるわけですね、あの病院でね。それが治せないよって。でちゃんと働いた人ね、僕とかそういうちゃんと働いてるお金で出してるわけ、出すわけですね、にはいいわけなんだけど、ただそれでね、中にまたそういう医者も入るわけですね、あの泥棒の味方ということで、それを専門にする人がやっぱ力関係で入ってくるんで、しょっちゅう入ってる。だからしょっちゅう揉め事があるわけですね、会社の仕事と同じですね。病院会、私はあの横浜労災病院の国立の総合病院ですか、設立の仕事も学者でね、あの政府にちゃんと雇われて仕事しておりましたから、ちゃんとした博士ね、あの医者としてね、ただ工学の方の医者ですけどね、あの医療の医者、工学の医者で、あの仕事もしてますし、開発関係ももう二十歳代からやってましたから、医療関係ね、ということなんですね。でこれをちゃんとしないといけないわけですね。盗んだ、若い時に盗んで働いて稼いだ金は通用しないんで、医者には通用しないんで、できる医者ほど通用しないわけですね。ね、でまあそういう、また盗みを専用して、そういうに汚職でそういうので仲間になってやる人いるんだけど、名医はいないんでね、あの名医はいないんで、結局できる医者じゃないと治療できませんから、ね、そこに持ってこられた時にはちゃんと審査しないといけない。盗んだ金はちょっとダメですよと、ね、例えばアマゾンさんとかビル・ゲイツとかあるけども、まああれは代表で創業者で億万長者になってますけども、私の方が億万長者。